カールマーンはアールパードアサ、ハンガリー王国の国王アンドラーシュニセイの子である。ルーシのガーリチ公国のクニャージガーリチ公の座に1213年から1221年にかけてついていた。また、1226年から1241年にかけてはスラボニア公並びにクロアチア公であった。1241年に モンゴル帝国の東欧侵攻における一戦闘に参加し死亡した。1211年、ハンガリー王アンドラーシュ二世は、クラクフ公レシェク一世と結び、ガーリチ公の座にダニールを据えた。しかしこの処置の後、ウラジスラフを長とするガーリチの貴族層は、ダニールをその兄弟らと共に、ガーリチから追放した。これに対し、1214年、アンドラーシュ二世は、 レシェク一世と共にガーリチを占領した。カールマーンはこの時にガーリチ公に据えられた。また、カールマーンとレシェク一世の娘サロメアとの間に婚儀が結ばれ、ガーリチ公国の西部はレシェク一世の所領となった。1215年、アンドラーシュ二世はローマ教皇インノケンテウス三世にカールマーンのガーリチ王位の承認を要求した。その後まもなく、ハンガリーは、 プシセムイシルト、ルバチュフをポーランドから没収した。その理由は、レシェク一世が、ノブゴロドコをムスチスラフに加担したためと考えられている。1215年の春より、ムスチスラフは、カール・マーンの治めるガーリチ広告を脅かし始めていた。このことは、アンドラーシュ二世からインノケンティウス三世へ当てた書簡にも記されている。1221年、 ムスチスラフによってガーリティは陥落し、捕虜となったカールマーンはトルチェスクへ送られた。カールマーンを解放するために、アンドラーシュ二世は、ムスチスラフの娘マリアと、自身の息子アンドラーシュとの婚儀を結び、和平条約を締結した。ハンガリーへ帰国したカールマーンは、スラボニア、クロアチアの大となった。ハンガリーにおいては、カールマーンは1241年のモヒの戦いに、 兄と共に参加したが負傷し、その傷が元で1241年の5月もしくは6月にザクレブで没死した。ありがとうございます。